さいからですね。お兄ちゃんの影響で楽しいかなと思って、そこからでバスケ始めました。理由はまず勉強と、あとバスケと日本の文化学びたかったですよね。最初はきつかったですよね。本当に大変だったんですけど、全く喋れなかった日本語、何も知らないですよね。まあ、やめる気もあったけど、でも絶対やめない。もうこのスポーツが好きだから、バスケ。去年の日大戦に負けてたんですよ。本当に優勝すると思ったんですけど、チームも良かったですね。でも優勝できてなかった。本当にめっちゃ悔しかった。今プロで活躍するワールドカップすごかったし、小川も千葉ジェッツのエリア活躍してて本当に嬉しいですね。なんか見てるの頑張ってる。今年の最後だし、もしチャンスあれば B リーグどこへ行くかまだ分からないし、自分も頑張りたいと思います。毎日きつい練習だけど、もう一生懸命毎日頑張ってる仲間とかヘッドコーチやスタッフ的にそれも含めて、そのためにも自分も頑張らなきゃ、リーダーとしてキャプテンとして柳瀬として、こういった人とかディフェンスリバウンド、そういう部分インカレに詰め出されないと。絶対日本一、今年本当に自信持ってるから、絶対日本一になりますよ今年。